左足下がりですからね、フェアウェイには行ってるようです。バングンさん、右のラフかもしれないですね。いや、当たった。やっぱちょっと低かったですもんね、球がね。木に当たりました。こんなの見られると、はい、今度もね、ツアー史上5人目の50代だというのが去年のファイナルラウンドでした。改めて申し上げますが、ゴルフパートナープロアマは入場料無料です。たくさんの、ゴルファーの方々に来ていただきたいという気持ちと、ご家族でゴルフというのはこういうもんだと楽しんでいただいて、ゴルフ場に足を踏み入れたことのない方が、さあパグンさんはラフです。何ヤードぐらいですか、パグンさん。95ヤードですね。ライは、ね、悪くないと、ちょっと、ね、沈み気味ですけど、こうやってその方がショートさせないように打つと思いますけどね。花道の方向打ちましたね、最初から、あまりライが悪くなかったんですかね。ここにボール沈んでて、あんまりいいライではなかったです。なるほど。これパグンさんはそんな難しいアプローチじゃないんですか。ここまで難しくはない。ちょっとつっつくとオーバーしやすいかなって感じですね、うわー、チップインダー入れてきました、パグンさん。いや、すごい。これでトーナメントレコード今塗り替えたことになりました。23アンダー。いや、5番、5番です。さあこのホールは、昨日もパーでした。そうですね、右手前です ね、ね。でも、いいとこですね、弱いと見ていいんですか。あ、ここはあまり揺れてないですもんね、14番。弱いですね。ただ抜けてるところは、抜けてるところは、なるほど。南風が、南西ですね。おっしゃる通りです。南南西ぐらいですね。ね、後ろからのこう映像だと、もうね、ちょっと左に低く飛びましたから ね。ちょっとまずいかなと思いましたけど。パグンさん、このホールがパーを取っています。パグンさんの飛距離だと、もう左ギリギリのところじゃないですかね。バンカーの右サイド打ってくる感じだと思いますね。ちょっとね、ライン的にちょっと木に当たりそうなライン、ね、触ったけど抜けた。うわー、パグンさんもラッキー。これもラッキーだ、
枝に当たってどっか跳ねたらもうちょっと終わりですよね、あれもね。はい、うん、抜けた、パグンさんのボールは抜けた、うん、前に行きました。7じゃないですね、6ですね。めちゃくちゃカットして打ってます。なるほどね。着弾してでもやっぱり止まらないかな、止まらない、傾斜が強いということでしたが、蝉川選手はね150です、残り150ないと思います。でもこれしっかり打った、しっかりカップオーバーしてきましたね。これは素晴らしいパットですね。のプレーオフというのがこの大会です。バングンさんパーパットということは絶対外せないということになりますよ。そうです ね、 ね、1メーターぐらいまだありますかね。そのプレッシャーの中、2勝目がかかる中、さあ15番はパーで抜けました。残り3ホールです。まあ、これをうまく2パットで切り抜けましたね。追い風にはこうなってますけど、うん、ちょっとやっぱり読みにくいんじゃないですか。ピン、ね、フラッグはねこっち向いてますけどね、どうでしょうね。まあ、奥からだと急なこうちょっとね下りが強いラインになってしまうので、なやはりこうオーバーしたくないなという気持ちではね、はい、打つティーショットではあるんですけど、ジュビック・パグンさん3回軽く素振りをしました。呼吸を整えました。発表では南西から 2.5 メートルと風のまあ情報は来てはいるんですが、選手にはどう感じているでしょうか。7番アイアンで打ってます。右ぐらい、右ぐらいかな。上について悪くないですね、これもね。はい、佐藤大平よりも短いところです。あまり強く打てば切れないというラインだったと思います。さあいよいよ3ホール大詰めに来てグリーンを捉えているパグンさん、一番最初佐藤太平はドーンと打っててね、ライン潰したような感じでしたから。そうですよね、結構しっかり打ちましたよね。打ちましたよ、はい、でもこの立場でパグンさん打てないと思うんで合わせてくるのかな。揺れながら、あー最後コロルッと入りました。カップに引っかかって入りました、ね、引っかかったボールは田島さんなんか蛇行してる。2ストロークリードして今迎えています。佐藤大平が21アンダーにつけています。完璧ですね。これは完璧ですね気持ちよく振り抜きましたね、はい、もうここしかないっていうところに打ってきましたね、うん、これはもう後から打つ蝉川に対しても威圧感を与えると思います。これ今5位で終了という位置になります。賞金も少し多めにゲットされてファイナルラウンド終わられました。よかった。さあパグンさんだ、17番セカンド。
48ヤードです。完璧じゃないですか。いやー、また伸ばしそうな感じになってきました。今トーナメントレコードニューカーター23アンダー。なんかグリーン上の魔術師に見えてきましたよ。点となりました。アマチュアでの連覇です。バーディーパットはパグンさん、常にトーナメントレコードは塗り替えてます。またもう一打伸ばすのか。7個目のバーディー、24アンダー。突き放しました。やっぱねボールコントロールが非常にうまくてですね、やっぱり今ねやっぱみんなボールを飛ばすっていうことに着目するんですけど、飛ばさない技術とやっぱ狙ったところにボールを止めるっていう技術が、まあ、本来のやっぱこのゴルフゲームっていうのをまあ、演出して徹底してくれてるなっていうのを、ね、すごく感じます。本当そうですね。あのドライバーの気持ちよく振り抜くところもね、はい、いいですね。そうですね。まあ、アプローチもそうですし、パッティングの技術もそうでしょうし、特設のこれを後ろに作って475になりました。そうですね、これが新しいティーイングエリアになります。まあ、かなり楽な気持ちで打てると思いますから、大きなミスはないと思います。前はですね、あのエアトリの看板の先のティーイングエリア使ってましたからね。なるほど。かなり後ろに下がりましたよね、はい、やはりこうあれだけこう下がると、フェアウェイがぐんと狭く見えるわけですよ。投影図法じゃないですけどね、狭いですよ、ね、そうなんですよね、ですからこうね、より一層ティーショットでのプレッシャー感じるんですよね。どういう締めくくりを見せるか、フィリピン45歳ジュビック・タグンさん、まあ、トーナメントレコードはもうすでに2段塗り替えています。林の方行きましたね。当たりはね、当たった、ちょっと分かんないですけど、うん、でもね、ヘアウェイの方には出てこなかったですね。ね、あのチップインもありましたし、17番もありましたし、はい、救われてるというかラッキーも15番のあのティーショットもね、枝に触ってますが、はい、まあ、でも本当にね、7色のバーディーショットを打ち分けたという印象です。2位はいくつだみたいな感じで聞かれてきました。ああ、そうですか。じゃあ分かってないんですね。あの2位のスコアだけをなんか実にしてました。アイアンを抜いた、そして、まあ、この上を越える、まあ、木の上を越えるクラブで打つんでしょうから、2位の順位を聞いたら十分超えると思います、はい、うん、もう自分のポジションというか位置も、ね、確認してるんで、はい、もうそんな無理はしてこないんでしょうだと思います ね。またする必要もありません。当たったかな。当たりました。当たった。当たりました、ね。当たった。枝に当たった。ラフでちょっとこうフェースかぶって左に球がね出ちゃいましたね。あ、手前のガードバンカー。うん。まで行ってるんですか。ガードバンカーとそう。ああ。当たった音はしたんで。うん、ね、まあ、うん、まあショートでいいやと思えるね。全然問題ないと思います。ねえ。
3打、ね、余裕がありますから、まあ、ダブルボギーでも優勝が決まります。ギャラリーの方が多すぎてちょっと電波のあれでずっと途切れ途切れでごめんなさい。なるほど、うん、そうですね、これ4メーターぐらいですかね。右に持ってはいかれました。ウィニングパッドはお預けですね。マークするかどうかですけど、はい、マークするでしょう、ね、するでしょうね、はい。ビッグバグンさん優勝目前です。そしてトーナメントレコードを乗り換えての今年は優勝ということになりそうです。よく日焼けされてます。ジュビック・バグンさん、2021年のミズノオープン以来ツアー2勝目、トーナメントレコードを塗り替えて優勝です。見事な優勝を遂げました。最後はボギーにはなりましたけど、これもストローク差があればこそということでしょうし ね、 そうですね、はい、23アンダーでの優勝、45歳と1週間、はい、はい、おめでとうございます、ね、もうこれはもうパグンさん4日間本当に素晴らしいプレーしましたね。でこうキーポイントになるホールをうまくね、バーディー取ったりパーでしのいで、パグンさん選手お願いいたします。小田川市長ありがとうございました。パグンさん選手おめでとうございました。続きまして優勝賞金1200万円が石田様より贈呈されます。石田社長ありがとうございました。